お疲れ様です。バナナエリカです。今回なんですけど、ご飯を持ってきたので、昨日投資ですごい美味しいソースをリンさんが出してくれて、ご飯にかけて食べたいということで、ご飯持ってきますって言ったんで、お茶碗に入れて持ってきました。お茶碗で持ってくるって言いました。本人いいって言ったんで、本当にご飯を食べさせていただけるのか検証していきます。くだらない、ギリギリなんでね、時間が入りますよ。おはようございます。リンさん見て。かわいいんだけど。ちょっと待って。リンさん見て。お茶碗持ってきた。え、ガチで？ご飯入れてきた。え、やばい。お茶碗にご飯入れてきた。え、やばい。じゃじゃん。撮ってんの？撮ってます。撮ってます。やば。ちゃんとそれ、ちゃんとそれっぽいオープニング撮りました。え、嘘でしょ？え、マジで。え、うち幕終わる、そしたら。お茶碗持ってきた。じゃーん。これ私が実際に愛用しているお茶碗です。中身は佐藤のご飯です。え、そう。ご飯炊いてなかったから、チンした。あ、めっちゃ手震えてた。大丈夫かな？多分、あんま取れ、ちゃんと取れてないかも。ソースください。どうですか？どうですか？化粧が変なんだよ。ソースあげます。ソースください。ハンバーグも乗せるか？ハンバーグも乗せてください。え、嘘でしょ？え、ラップはちゃんとしてきたよ。このまんま持ってきた。さっき取った。あ、びっくりした。ラップしてきた。ハンバーグ乗せる？ハンバーグ乗せてください。2個。2個。わーい。やば。あ、乗せなくていいのか。本当にご飯持ってくると思わんかった。でしょ？うん。言ったけど私お茶碗で持ってきますって。うん。絶対本気で思ってないだろうなと思って、持ってきた。エリカドッキリシリーズ第1弾。あ、そういうこと？そう。え、YouTube ですか？ YouTube です。めっちゃ反応悪かった。何言ってんのこいつみたいな感じだったね。え、びっくりした、マジで。動画見ながら出勤したなと思って。違いますよ。動画撮りながら来てます。はい、ハンバーグですね。YouTuber です。はい、ソースですね。人参は？人参も食べたいです。人参もね。このために大して食べてこなかったんです、今日。マジで？そう、マジで。え、足ります、足ります。一応ちょっと食べた。うん。じゃん。こちらがリンさん特製ハンバーグです。お通しに出ます。え、ちょ、店員さん。はい。話が違うんだけど、店員さん。なんだ。ソースはご飯にかけるって言ってたじゃないですか。ああ。そうか。じゃあご飯にかけるか。ご飯にかけたい。お金触っちゃった。え、めっちゃ美味しそう。じゃじゃーん。今日の晩ご飯です。こちらご覧ください、ハンバーグです。マヨネーズもついてます。嬉しい。これめちゃくちゃ美味しいんだよ。これ絶対ご飯がうまいと思うんだよね。ガーリックオニオンソースです。玉ねぎとニンニクと、とあ、レシピ言うのだけだけなんだ。あとは愛情。愛情で茶色くなってます。そうです。どういう愛情？分からん。かわいい。うまっ。やった。え、めっちゃ合うよ。すごいよ、びっくりだよ。本当？うん、よかった。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。これね、多分小学生ぐらいから使ってんの。え、そうなの？もちよくない？もちいいの。お茶碗アピールした、ちゃんと見せた。桜が書いてあるんです。へー。でね、見えるかな、もうこれ透けてんの中が。わかる？ここ。わかんない。わかんないか。じゃあいいや。じゃあいいや。じゃあいいや。わかんないな、しょうがない。これ1本で出してあげようかな、エリポンのお食事シーン。出勤したらエリカがご飯食べ始めました。いる？あくっ。ごめん、手すぎたかし。あくっ。これだ。すごい、ハンバーグお肉の味する。え、肉肉しいってこと？うん、うん、ハンバーグお肉の味するって言うとさ、肉だから当たり前じゃんっていう人いるんだけどさ、違うの、そうじゃないじゃん。うんうんうん、肉肉しいってこと？そうそうそう。なんで割り箸失敗した。ほんとだ、かわいそう。じゃあここで急遽始まりました、エリカと同棲ナウ。あ、いいね。あなたは彼氏です。で、エリカと今向き合ってお食事をしてます。お仕事お疲れ様。いや、今日もご飯美味しいよ。
作ってもらったんですね。あなたが作ったんですね、彼氏が。だからあなたが作るハンバーグはいつもお肉の味がするの。愛情で茶色くなってるんでしょ。いい感じ。このスナップエンドウのように長い愛を誓っていこうね。ちょっと短くない？そうしたら中下がちょっとちっちゃいで。でも中にも丸入ってるからさ、確かに1回で二度おいしいみたいなところじゃん。今日仕事で嫌なことあってさ。何があったの？また上司に怒られちゃったんで。お前何したの？お前何してかしたの？俺は悪くないんだけどね。多分結局あなたは悪くないと思う。おお、味方してくれてありがとう。多分ね。でも一応何があったか話して。ちょっとミスしちゃったんだよね。どういう？ちょっと機械トラブル。まあでも機械が悪いこともあるからね。で上司に報告しろって。トラブルあったら言われてたんだけど、LINE でしちゃったんだよね。やばいみたいな感じ。しかもスタンプ。絶対絶命。で上司にスタンプ送って。ピンチ。地球応援頼む。スタンプを返答したら呼び出されて怒られたんだよね。マジ理不尽。そうだね。また今時やっぱそのスタンプとか文章であえて言葉を伝えないで、スタンプとかで手短に言葉をね、思いを伝えるっていうのは結構今の時代あるあるだと思うんだよね。だからそれは読み取れなかった上司が悪い。あ、上司が悪い、上司が悪い。やった。じゃあ俺明日からまた仕事頑張っちゃうから。それだって仕事を一生懸命頑張ってる君が好きだよ。目がやばい、目が。ありがとう、今日もエリカのためにご飯作ってよかったね。いつも美味しい。お金も出してくれてありがとう。おかわり持ってこようか。俺え、いいの？ありがとう。私何にもできないし、家事も掃除も洗濯もやらないけど、あなたを思う気持ちだけは負けないわよ。でもエリポン一回さ、あれ面白かった。家事とかやんないよって、じゃあ何するのって、お客さんに聞かれた時に応援するっていう、そう、私応援は本当にする。ありがとうございます、洗い物してくれてるのとかを横から頑張ってって言ってる。それが私のスタイル。全然関係ないんだけどさ、姉さんっておかずとご飯一緒に食べれる、あ、本当だ。私今気づいたんだけど、いや今、いや元々知ってたんだけど、いるよねそういう人ね。私おかず先に食べちゃうの。いるいるいる。おかずでご飯食べれないの、どう思いますか？よくわかんないです。いや、わかんない。なんかさ、三角食べみたいなのさ、二つ、ご飯、お味噌汁、みたいな感じでさ、三角形に食べていきましょうみたいなのをさ、習った気がするんだけど。あ、習ったかも。でもさ、ご飯に物かかってたらさ。そうだよね。うちご飯に物かけたくないの。え、納豆とかどうすんの？納豆はかけるけど、基本的にご飯に物がかかってるのが好きじゃない。ご飯はご飯、白米が好きだから、嫌なんだよね、白米が汚されるのが嫌だ。いやでもその理論で言ったら、おかずと一緒に食べたら汚れちゃうじゃん。おかず食べて白米を入れる。で口の中で混合してるってことでしょ。それはいいの。それはいいんだ。だってさ、ついてっちゃうじゃん白米に。せっかくさ、真っ白で綺麗なさ、撮った今。撮った。本当に撮った？撮ったよ。なんで振ってんの？窒息死させるため。写真撮って。あ、潰してるんじゃないんだ。違う。リさんが顔やってます。顔をね、こうやってやってね、こうやってやってる。死ねるよ。え、本当に撮った？あ、撮ったよ。え、じゃ揺れてんの？今中で。いる感覚あります？え、本当だー。すごーい。そうそう。え、そしたら潰さんでも壊せるってこと？そう。へー。手の中で潰すの汚いじゃん。先人の知恵ですね。はい、ごちそうさまでした。じゃーん、完食。イエーイ。めちゃめちゃご飯に合った。本当に美味しかった。あれもし食べたいならどうしたらいいですか？落として出るので。ランダムですね。ランダムです。出る時を待ってください。食べに来てね。なんか反応悪くて。まさかでも本当に持ってると思わなかったですよね。思わなかったけど、え、うちなんであっちに行ったんだろう。分かんないけど、なんでしょう。ちょっとね、思ったよりも反応が悪くて申し訳ありませんでした。リアルな反応です。そう、あのあれなんですよ、基本的に陰キャなんで。そうですね。じゃあ仕事前とさ、仕事前ってそんな感じよ。そう、オフですからね。オフです。今度から出勤エリカドッキリシリーズをね。あ、シリーズ化する。シリーズ化しましょう。だったら、これが終わったらシリーズ化しましょう。イエーイ。で、あれ本当にとんでもないことしたら多分うちもリアクションいいかもしれない。もうスマ反応なんで。何しよっかな。
まあ、あの案がある方はぜひお店に来ていただいて、こっそり教えてください。今までさ、茶碗持ってきたやついる？いない。私が一人目です。うちもなんかすっぴんドッキリやろっかな。いや、やだ。嫌なの？あの仕掛ける方がいいもん。感想ですよね。感想、感想は本当に持ってきてくれるのか。あーそういえば言ってたねみたいな感じのと、お茶碗かわいいな。あ、お茶碗かわいい。お茶碗めっちゃかわいいです。桜です。可愛いなって言うのと、え、なんだろう、なんかうちさっき考えといてって言われて考えたんだよね。びっくりしました。あとなんかすごいやっぱ可愛いなと思いました。なんかやってること可愛い。いや、マジくだらないよ。でもマジくだらないけどね。ねえねえみたいな可愛い方です。で、第一弾としてのインパクトはさ、そんなに大きすぎる、うん、弱かった反応なんかそう。なかった。ちょっとずつ行かないと、ちょっとずつ行かないといけない。くだらないとこから始めてみます。ありがとうございます。あの仕事前はオフなんで、まあ、しょうがない。こんな感じです。リカちゃんの持ち込み企画、茶碗持ってきたでした。弱っ。だから底辺とか言われて。なんかどうしようかね。でも800人超えました。ありがとうございます。やった。素晴らしい。あと200人。頑張るぞ。頑張るぞ。はい、こんな感じでこの動画がちょっとでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、ご来店お待ちしてまーす。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。大丈夫かな、この動画。ショートでもいいぐらいだよね。